2020年3月14日午前7時半です。今日はホワイトデーということで、皆様にね、お返ししたいなと思います。Authorize.なあ、元気熱々ですよ。前回あげました、パパトンチャンネルさんの変身動画パート1に一ノ瀬隼人が出演していましたという動画なんですけども、これパパトンチャンネルさんの仮面ライダーバルカに変身してみたパート1のその動画の中に私が映り込んでいたっていう動画に関して私、自分自身探しました。かなり難しかったですけども。で、実はですね、自分がこう探しているその動画の中に、パパトンチャンネルさんが6箇所のどこかに紛れ込んでいたという、要は反撃ですよね。反撃みたいな動画を出しました。Twitter とかでもね、たくさんコメントをいただきました。わからないと。難しすぎると。確かに難しすぎたね。ごめんなさい。実際作ってる時はね、そうでもないだろうって思ってたんだけど、実際完成したのを見るとね、あ、これわかんねえなと。ただですね、パパトンさんは全部見つけたと。これはすごいです。マジでやばいね。あ、いた！いたここにいた、やったーということで今回は全然見つけられねえよっていう、皆様のために今日は答え合わせということで、そこにいたかってなるから。はい。では参りましょう。あ、ちなみに今回の動画にはいないですかね安心してくださいね。まず割とレベル低いとこから行きましょうか。ちょっと前後しちゃうんだけど、まずはほとんどの皆さんが飛ばしているであろう、オロナミン C の CM でございます。はい。はい、いました。はい。これ俺がね、こう、ボーンってジャンプしているところにね、左下に文字盤が、思いっきり映ってますね。はい。まずこれが1個目でございます。あ、これですね。動画で言うと51秒。51秒からですね、この3つのチャンネルに関してお話ししているんですけども、この右上、このドライブの、遠回りしんのすけ、そしてチェイスの、このクリアファイルだけ、これです。これ。ここを注目してもらいたい。3つのチャンネルなんですけども、こちらの方に、私動画出てはい。このチェイスの顔から、パパトさんの顔になったよと、じわじわと、変わってますね。はい。これ結構無理やりだったんじゃないかな。はい、これが2つ目。さあ、3つ目でございます。これもね、さっきのね、2つ目と同じ感じかな。まずね、2分4秒のところを見てもらいたいなと思います。ここですでにパパトンさんが何か怪しいなっていうのを、気づいておりました。このね、右下のアクセルライドウォッチでございます。これがね、なんか不自然にここに置いてあるわけでございます。それでは参りましょう。この中のどっかにね、私が映り込んでいると。実際に映ってるっていうわけじゃないですか。写真を使ってはい、できました。はい、こちらね、アクセルライドウォッチのね、この顔の部分が、パパトンさんに変わったよと。結構これ長い時間ね、映ってるんですよ、これ。はい、こちらが3つ目ということで。4つ目、じゃあ紹介していきましょう。時間で言うと12分40秒。これかなりね、一瞬なんですけども、はい、止めてみてください。こちら12分40秒のところ。はい。もうわかりますよね。この左下のね、これテレビなんですけど、はい、いますね。パッピーがいますね。はい、映り込んでおります。俺のこの椅子のね、背もたれが隠れた瞬間に消えるっていうね。地味に頑張ったからね、このマスク切りは。さあ、ここから一気に難易度が上がります。5つ目でございます。4つ目が消えた瞬間にもう実は出てるんです。そしてすごく長く出ております。はい、見ていきましょう。時間的に言うと12分47秒からですね。これ昔懐かしのアハ体験みたいな、あれと一緒ですね。ということで、パパが仮面ライダーバルカンに変身してみたパート1。はい。別名、一ノ瀬。はい。この左上の、この RH シリーズのこのファイズと、このブラスターフォームがありますね。その、右、見てください。この扉の、この上、ここに、パパトさんが、じわりじわりと。はい、出てきました。はい、ここにうっすらといたんですね。探すときに、いや、この壁とかこう映り込んでないよなとか言ってたじゃないですか。実はヒント出してたんですね。これが5つ目でございました。皆様、お待たせいたしました。最後の6つでございます。これは本当に難しい。見つけた人はパパトンさんしかいません。気になる6つ目、発表しましょうか。これぐらいになってくると、これ心霊映像とか作れちゃうんじゃないかなって思うんだけども、はい、時間的に言うと1分47秒でございます。はい。後ろに置いてあるヒレンゼロワンドライバー。ここをね、集中して見てもらいたいなと思います。いきますよ。まあもう皆さんご存知の通り、ちょっと前にね、バルカの変身動画をね、入っていたと思うんですけども、入りました。今回のパートは入りました。はい、わかりましたか？はい、消えました。はい、入りました。パッピーさんいましたね。スマホでこう撮っているパッピーさんですよ。まあフィギュアみたいな感じでいますね。この俺の腕がこうどいた瞬間に出てくるみたいなね。で、俺の腕がこう被ってね、で、また毒ともう消えているっていう。はい、ということでいかがでしたでしょうか？これは難しかったね。申し訳ございませんでした。もうこれで一部の方はね、もうスッキリしたんじゃないですか？はい。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一のサイトでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。あー、やべえ。ホワイトデーだよ。やばい。ファンの子たちに返さないと。もしもし、お世話になっております。はい。オロナミン C を2000、